今回ご紹介するのは、タレントのゆうちゃみさん。2001年9月8日生まれ、出身、大阪府。身長、175センチ。彗星のごとく現れ、バラエティ番組やワイドショーにも出演し、ズバッと意見を述べるなど、人気急上昇中。2022年ヒット予測にもモデルタレント枠で名前が上がるなど、ネクストミチョパ。新バラエティ女王とも呼ばれています。 幼少期は EXPG セとして EXILE のバックダンサーとして活動していました。2014年に東京ガールズオーディションのファイナリストに選出されたことをきっかけにモデルとして活動開始。2015年1月、第23回ピチレモン専属モデルオーディションでグランプリを獲得。同年からピチレモン専属モデルとして活動します。2016年からラブベリーレギュラーモデルとして活動。 2018年3月30日からポップティーンレギュラーモデルとして活動。2019年5月1日からエッグ専属モデルとして活動します。2020年頃からタレント活動を開始。2022年度上半期ブレイクタレントランキングにて第1位となります。2023年、4年間勤めたエッグの専属モデルを卒業しました。2022年9月、プレバトにおいて47都道府県ふるさと戦。 大阪編で彼女の呼んだ、街は秋、映るんですを巻く5秒、が1位を獲得し、大阪のポスターに掲載されることになりました。同年11月、フライデーデジタルに、キックボクサーの久村正史とのデートが報じられ、交際を認めます。同月8日に出演したサンデージャポンにて、交際のきっかけは、K1 の応援公式ギャルをしていて、逆難したと明かしました。 12月3日の K-1 ワールドグランプリ2022ジャパン初代バンタム級王座決定トーナメントでは勝利したクムラとのツーショットを披露しています。クムラにキックボクシングを教えてもらい7キロ痩せたそうですがスパルタ方式で厳しいと語っています。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。